こんにちは、まーでーす。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということでね、今日なんですけども、グラ様の、ツイッターの方でですね、ちょっと新しいリゼロコラボについての情報が出てたので、そちらについてちょっと雑談して触れていきたいと思います。見たらね、まだね、私が見た時間は、グラ様のお知らせ、ゲーム内のお知らせには出てなかったので、ちょっとこちらの画面からやっていきたいと思います。で、見ていくのがこれですね。はい。リゼロコラボ開催ということで、開催期間が9月18日から10月18日ということで、また約1ヶ月長いですね。はい。で、グラ様運営事務局のプレスリリースということで見ていきましょう。まずね、こう見出しに書いてある通り、コラボユニット必ず1体もらえるということで、もう確定チケットをね、匂わすような、まず内容になっております。で、実際に見ていきますと、やはりですね、コラボユニット確定召喚チケットが、もうログイン1日目からもらえるということです。で、やっぱり、入手したユニットをコラボクエストでラック120まで育てることができますと。やっぱりそうきましたね。今流行りだね、グラ様のね。で、ちょっと今飛ばしちゃったんですけども、今回のリゼロコラボで、夏木スバル、エミリア、レム、ラム、ベアトリスがドットキャラクターになって、登場、キャラクターのボイスも新規収録、オリジナルストーリーのクエストとともにということなので、はい。で、もうね、登場するキャラクターのイラストが出てるので、そちらから見ていきましょう。渾身のキャラクターイラスト。原作知ってる人にしたらどうですか？このイラストは。私ね、ごめんなさい、原作がわからないので、エミリア。で、覚醒後ですね。なんか顔がこうのぺっとした感じなんでしょうかね。いや、悪口じゃないよ。で、なんかこう相方なのかな、なんか乗ってるね、ネズミみたいな、ウサギみたいな。で、次がレムですね。で、覚醒後がこちら。はい。なんでしょう、この萌えキャラみたいな感じなのかな。ごめんね、原作知らないからね、こういう捉え方が NG だったら申し訳ないんですけども。で、次がラム。なんか似てますね。双子なんでしょうか。髪の分け目が違う。え、覚醒後ですね。なんだろうね、このね、ごめんね、私ね、女だから一応、女目線から言うと、このさ、ちょっとこの胸元やらね、この太もものなんかこう、チラ見せみたいのがさっきから、ちょっと、なんだろうな、やっぱ女だからさ、なんていうのかな、うんって感じなんだけど。これはやっぱ男性陣からしたらこう、おおっていう感じなのかな。こう見えそうで見えないっていうのは確かにいいよね。うん。で、ベアトリスですね。はい。すごいツインテールだね。え、覚醒後。この人はあんまり露出がない感じなんでしょうか。すごいね。なんか胸の奥から螺旋岩みたいのが出てきそうだけど。で、夏木スバルがバトルにアシスト参戦ということで、今回はですね、ガチャとかではないっぽいんですよね。で、アシストキャラクター、アシストキャラクターとして登場ということで、今回のコラボで初めて登場するこの機能ということで、詳細はまた後日ですね。で、これが夏木スバルさんですね。なんか配給とかって出てきそうだよね、漫画。あ、この人は覚醒とかないのかな。はい。ということでね、以上で、終わりになりますね。はい。ということでね、皆さんいかがだったでしょうか。ごめんね、ちょっとこう、くるくるして目が疲れるかもしれない。皆さんのね、この推しキャラというかね、この中でどれが、欲しいとか、まあ、まだ性能は出てないんですけども、まあ、色から察するにね、みんな。これさ、エミリアはさ、水っぽいよね。水か闇って感じかな。いや、水っぽいね。レムもでも水っぽいな。この人は緑かな。木かな。
いや、完全色だけど。ベアトリスは闇かな。え、この人光っぽくない？なんか。じゃあ、光か火かな。っていう、ごめんね、単純な捉え方でいいかな。どうですか、皆さん。確定チケットが、いつものコラボと同じで、ログイン1日目にもらえるということなので、もう9月18日にはもらえちゃうんですよね。もう今週だよ。早いよね。なので、まあ、新規さんはもうこの、なんだろう、もう18日以降にもうリセマラし放題だよね。ログイン1日目で確定チケットがもらえるので、まあ、だからリゼロから始まるなら、うん、ありですよね。で、この120までね、育てることができる。で、まあ、確定チケットが1枚もらえるので、まあ、最低でも1体はね、120まで育てることができますよね。あとはね、その後の自分のガチャ運次第みたいなとこはあるのかなと思うんですけども、はい。まあ、今出てるね、情報はこれだけですね。まあ確定チケも最近ありましたし、ラック120も最近の風潮としてあったので、まあ、ああ、はいはいっていう、こう、特にね、驚きはしないのかなっていう感じではありますね。最近のコラボの流れなので、はい。で、まあ今後はこの性能に期待と、この夏木すばるっていうそのアシストキャラクターっていうのがどういった機能、システムになるのかっていうところと、なんだっけあれ。ラックシステム。なんだっけラックシステムだっけ合ってる？すぐ忘れるからもう、やばいよね。それもね、このリゼロコラボ中に、新実装されるので、そちらもね、ちょっと合わせて楽しみにしたいし、まあ、今回のリゼロコラボでもラック120は、キャラが引けたら120に絶対できるように周回できたらいいのかなと思ってます。あときっと今後宝具とかも出てくるのかなとは思うので、そちらの発表とかもあれば、その都度ね、こんな風に動画出していけたらなと思っております。はい。ということでいかがだったでしょうか？ぜひね、皆さんのこうリゼロ何のキャラが欲しいとかね、こういう感じだったら楽しいとかね、なんか何でもいいのでね、コメントもらえたら嬉しいです。私もね、前回の動画でモチベ下がってるよっていう話はしたんですけど、まあこうやってね、新コラボが来たりとか、まあ新システムが実装されたりっていうとこはちょっと楽しみにしたいなと思ってるので、ちょっとワクワクしてきています。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。